2022年末に早期解約で幕を閉じたマクラーレンでの厳しい2シーズンを経て、ダニエル・リカルドはレッドブルに戻りました。彼は、最初はリザーブドライバーとして復帰しましたが、アルファタウリでのチャンスをつかみ、ニックでフリースの代わりに出場しました。リカルドは、レッドブルのシミュレーターで取り組んできた結果、実際のレースでも、彼のフィットネスレベルを示すことになりました。シルバーストーンでのテストでは、彼は、マクラーレン時代に失った感覚を取り戻し、 印象的なパフォーマンスを披露しました。その後、アルファタウリのシートを得たものの、復帰は波乱に満ちていました。ハンガリーでの週末はポイントを獲得できませんでしたが、サントフォールトでの不運な事故により、再び中断を余儀なくされました。しかし、アメリカでのレースでの復帰は、チームが、いくつかのセットアップの変更と革新的なアプローチで、リカルドの自信を回復させ、メキシコでのレースで、初のポイントを獲得する結果となりました。リカルドは、 メキシコでの週末は、感じる必要のあるすべてを再び感じた週末だったと述べ、アルファタウリに、新たな活力をもたらしたことを強調しました。彼は、今後も勝利を目指していきたいと語りつつも、その過程で、幸福と、キャリアの第二段階での成功の重要性に焦点を当てています。